か。やっぱハワイの日の出は一味違うな。任せろ。よっしゃ、行くぜ。富澤。ああ。キリュウさん。いいコンディションだ。
せえな。いい感じだな。働いたな。よし、まあこんなもんだろう。
調子いいね。さすがハワイの海、いつ見ても綺麗だな。人泳ぎするか。覚悟はいいんだね。よっしゃ、行くぜ。よし。ほら、ラストです。はあ。俺の番だ。相手してあげる。俺の番だな。さっさと来い。ご乗車ありがとうございます。シートベルトをお締めください。右へ曲がります。左へ曲がります。
なかなかいいのが撮れたな。よう、いい写真撮れたのかい？ああ、バッチリだ。最高のショットが撮れたよ。やっぱ写真を撮るならハワイが一番だな。確かに、ビーチとか綺麗なもんが多い街だもんな。写真撮るには最高なんだろうな。なあ、もしよかったら撮ったやつ見せてくれねえか。ああ、いいぜ。もしかしてあんた観光客とかか？まあ、そんなところかな。いつもは横浜にいるんだけど、ちょっと用事で来てんだい。春日一番だ。よろしくね。俺はジョージ・クロキ。トロリーに乗っていつも写真を撮っているんだ。こちらこそよろしくな、春日ちゃん。さて、写真が見たいんだったな。ほれ、見てみろ。自信作ばかりだ。どれどれ。どうだい、最高の写真ばかりだろ。どうだい、じゃねえよ。なんだよこれ、全部怪しい連中の写真じゃねえか。そりゃそうさ、俺は怪しい連中、不審者専門のカメラマンだからさ。不審者専門のカメラマン？ああ、ハワイってのはもともと開放的な場所だから、調子に乗って悪さをする不審者が多い場所なんだが、最近変な被り物をした不審者がハワイの観光客に嫌がらせをするっていう悪趣味な動画がネットでバッ、その動画の真似をして被り物をしてバカなことをする愉快犯みたいな。